皆さんこんにちは、サレジンです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。心から感謝しております。本日はちょっとこちらのブレスレットのご紹介をさせてください。本日こちらのブレスレットを販売しようと思ったきっかけが、お正月にですね動画を配信したんですが、その時にサンプル、こちらのブレスレットのサンプルを少しだけなんですけれども動画内で配信したところ、すごく反響をいただいて、どうしても購入したいという方がおられましたので、今回こちらのブレスレットを販売させていただくことに決まりました。はい、でこちら、水晶とクリスタルを使って、そうですね、問屋さんから直接仕入れてるものなので、本当に石の数がですね少ないです。なので数量も少しかなりですね、少しというかかなり少ないので、はい、一応今インスタグラムの方では販売してますというふうに詳しいことは書かせていただいているんですが、もうそろそろなくなりそうです。はい、売り切れてしまいそうなので、こちらの動画を見て気になる方がおられましたら、インスタグラムの方へお越しいただけると幸いです。で、3色ですね、今回はこちらのアメジストとピンククリスタルと、こちらのオーロラのクリスタル、こちらのオーロラのクリスタルに関しては男女兼用のデザインとなっております。でロンデルの部分を、今こちらは金属のものを使用させていただいているんですが、私のように金属アレルギーの方ですとかは対応させていただきたいと思いますので、水晶のロンデルっていうものが存在しているので、そちらに変えてお作りすることも可能です。なのでご購入の際はそちらもDM の方にですね記入されて問い合わせいただけると幸いでございます。はい、でこちら水晶3つ並んでるところがあるのですが、ここに皆様の願い事をご自分でですねブレスレットを購入すると決めた日にノートなどにとか手帳ですね、忘れないように願望ですね、あとは叶えたいこと、ポジティブなことですねを3つこちらにお願い事を入れてあげてください。あとは、このようにブレスレットを身につけたいという意思ですね、意思を私にお伝えしていただけますと、そちらを私はこちらのブレスレットに込めながら、願いを込めながら、皆さんからいただいた願いを込めながら一つ一つ丁寧にお作りしていきますので、はい、願いのこもった思いのこもったブレスレットとなります。で世界にたった一つだけですね。水晶も一つ一つお顔が違うので、石の個性ですね、個性が違うので、世界にたった一つのブレスレットとなります。はい、で今回はこちらの3色ですね、はい、販売しております。もうすでに本当に真ん中のピンクのものはソールドアウトしてしまいました。で、紫色のもの、こちらアメジストですねとオーロラのものもあと残り少ないので、早めにご連絡をいただく、ご購入の考えている方ですねは早めにご連絡いただけると助かります。はい、宣伝させていただきありがとうございます。はい、それでは本日こちらを作っていこうと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、本日はキワ製作所さんのですねこちらリング台、このアクリルリング台というものを視聴者様から教えていただいて、以前私紫色の石をつけたクリアリングをしていたんですが、それはこちらの紀和製作所さんのものをお使いですかっていうふうにいただいたもので、紀和製作所さんってちょっとハテナを思い浮かべながらショップの、サイトへ見に行ったんですけれども、そしたら便利なものが売っていたので今回購入してきました。
動画内で紫のクリアリングを身につけてたものは自分でリング台から作ってそこに石をこうレジンで取り付けたっていうものだったので、ちょっと作るのに時間はかかりました。ですが今回このようなものですね、素敵なパーツが木場製作所さんに置いてあったもので購入しました。作るのもとっても簡単だったので最後まで見てくださると嬉しいです。はい、それでは早速始めていきましょう。2回目かなはい、で全て木場製作所さんでこちらは揃えました。クリスタルとですね、こちらですね、台座、石座こちらサイズとかも一番最初にこうお見せしているので、はい、あとはサイトに行かれますとどのサイズがこちらの、リング台に取り付けられるかっていうのも一緒にちゃんと絵付き写真付きで貼られているので確認してみて気になる方は確認してみてください。はい、石を留めるのに苦戦しておりますねストーンがとても滑りやすいので缶を留めるときにちょっと苦労しましたね。一番最初の一つ目だけなんですけれども爪を折るのにですね。はい、でもこちらでもパーツは完成しているのであとはもうレジンでこのようにくっつけておしまいです。すごく簡単じゃないですかはい、ではレジンで接着していきましょう。はい、こちらですね、レジン堂さんのこちらのレジン液をコンテナの中に入れています。こちらは本当コーティング剤としても使えるレジン液なのでコーティングで苦戦されているレジン液がちょっとベタついちゃって何のレジン液を使ったらいいんだろうっていう方におすすめしますね。まあ、こちらははみ出さないように丁寧にレジン液を塗っていきます。でも石をポンって置いて硬化させれば完成です。すごい素敵ですよね、クリアリング。はい、硬化していきます。でもう一つですね、今回こちらはオーバル型をちょっと作ってみようかなって思いました。私はあまりオーバル型っていうのが好きではないんですが、今回指輪こちらのクリアリングにしたら可愛いんじゃないかなってふと思ったもので挑戦してみました。今年はいろいろ挑戦していこうかなっていう年に決めたので、いろんなことに挑戦していこうかなって思います。小さいことから大きなことまでですね。はい、できることはやっていこうと思います。皆さんも今年の目標などは決められましたか今年はどんどん挑戦されると良い年だそうですよ。やっぱり寅さんなので勢いがとてもある年でもあるので、寅さんの勢いと一緒にいろいろされるのも良いと思います。はい、こちらもこれだけで簡単です。可愛くないですか、このオーバル。可愛いって思ってこちらはもう母親にあげようと思いました。すごい可愛いので自分でも同じものを作ろうかなって思います。はい、硬化していきます。しっかり4分硬化させました。でちょっと強度がちょっと貼り付けただけだと心配だったので、ここからまたさらにですね、可愛い、こちらの色の石も可愛いですねこちら、向かって右側の紫のものは以前自分でですね、リング台から作ったものです。はい、で強度を上げていくためにレジンでまたさらにコーティングしていきます。
っぱりはみ出さないのが、はみ出しちゃうとちょっと見た目がねあまりよろしくないので、この隙間に空いてる部分だけにレジンを少しつけてっていう感じですね。でレジンだけですとやっぱり心配だなっていう方は、それ専用の、キワ製作所さんに接着剤ボンドが売っているので、まあ、そちらの接着剤は使用したことがないので、すぐ黄色くなってしまったりするのかもわからないので、はい、なんとも言えないんですけれども、専用の接着剤も販売しておりましたね。私は今回レジンでしっかり留めていこうと思いました。はい、こちらとても綺麗なリングに仕上がりました。クリアのものって心の中も綺麗にしてくれるので、はい、もし考えすぎちゃってという癖があったりとか、もう本当頭パンパンっていう方は、こういうクリアなリングですねされると頭の中も一度整理がつくのではないでしょうか。やはりアクセサリーって大事だと思います。あとはもしそうですね、悩み事が絶えない、こう考えても考えないようにしても、どうしてもこう頭の中から離れないっていう時はシルバーのリングを身につけてあげてください。そうすると少し変わってくると思うので、ゴールドのものっていうのはとても強い私たちに作用をもたらすので、どちらかというとシルバーですね、プラチナとかシルバーなどのものを身につけられると良いと思います。はい、こんな感じでクリアリングが仕上がりました。出来たては、出来たてこう作りたてっていうのはちょっと黄色くなってしまうんですね、こちらのレジン液。ライトで硬化するした直後っていうのはちょっと黄色いんですけれども、だんだん落ち着いて透明な綺麗な、ちょっと青っぽくなるんですよね、ネオレジンのように青っぽくなってくるので、こちらも実感していただける人液なんではないかなって思います。ちょっと日本語今日はおかしいですねごめんなさい今日はじゃない、いつもですね、はい、日本語スラスラ喋れるようになるんですかね、こうやって喋っていると。どうなんでしょう。私はやっぱりそうですね、オーバル型が今回気に入りました。こちらの青い石のものも素敵なんですけれども、真ん中のオーバル型は色もオールドピンクなので、どんな服装にでも合わせやすいと思います。また初めにご紹介したブレスレットとも色味が似ているので、お揃いでつけられても身につけられても可愛いと思います。こちら私が作っているブレスレットはキワ製作所さんのものではないので、そうですね、カット面などはこちらの石とはまた全然異なると思うんですが、はい、色味はとても似ているので、真ん中の指輪とブレスレット組み合わせても良いかなって思いました。はい、すごく簡単に作ることができて、しかもここまで本当に綺麗に作ることができるので、もし気になる方がおられましたら、キワ製作所さんのサイトへ行かれてみるのも良いかと思います。ただ今こちらのクリアのリング台が売り切れているので、今そうですね、2月の中旬かなっていうふうに次の入荷予定が書いてありました。はい、それではここからは本日のラッキーカラーを見ていきたいと思います。見てくださった時がタイミングです。はい、こちらのカードを使用していきます。本日はどのようなカラーが出てくるでしょうか。はい、とても可愛いカードなんですよ。もうお気に入りです。毎日引いております。7枚目ですね、上から7枚目のカードを皆さんにお見せしていこうと思います。はい、本日のラッキーカラーは何色になるでしょうか。じゃん、
はい、こちらのなんか素敵、美しいなんか白いカードが出てきました。スピネルという占星石ですねのカードになります。こちらのスピネルという占星石なんですが、強力なエネルギーを持っているもので、人体のですね活性化サポートをしてくれるそうです。また現実的に、そして自分軸で本日ですね一日過ごされると良い一日になるのかなって思いました。でまた33という数字、こちらエンジェルナンバーなんですが、私もとても好きな数字なんですけれども、こちらは、願いが叶いやすい日となります。ですが、素直な気持ちでですね一日過ごされると願いがとても叶いやすいということで、皆さん今日一日ポジティブで素直な気持ちで過ごされると良いかと思います。はい、こちらの指輪となぜか相性がいいカードだなって思いました。可愛くないですかね、こちらの指輪。はい、占星石ということで尖った石ですね。なんか八面体でなんか結晶化されてくる石だそうですよ。尖ったものっていうのは邪気を払ってくれるので、水晶とかのポイント水晶ですね、ああいったものもバッグの中に忍ばせておくのも良いかもしれませんね。はい、それでは最後まで見てくださりありがとうございました。ブレスレットの販売数ももう数少ないので、よかったらインスタグラムの方へ DM してくださると嬉しいです。それでは最後まで見てくださりありがとうございます。皆様にとってまた良き日でありますように心から願っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。